半迷子先生です。このね、バイナリーオプションの5分バイナリーオプションの成績ですね。で、通過国17通貨ペアですね。ハイアンドロー社の5分、15分用ですね。で、5分を投資するということで。で、これと、あと、これと、それと、これと、4つ動かしてテストしてるんですね。で、全部違う、バイナリーオプションの、インジケーターですね。で、これをね、広げてるんだけど、4つあるわけですね。で、トータルでは、マイナス4600円、18200円、マイナス7400円、マイナス9200円となってですね。だから、実際にこの通り投資するとこんな負けちゃうんですけれども、こんな負けちゃうんですね。で、今日の日付は、こうですね。火曜日20日ですね。で、投資数が、これ多いんでね、大変なんだけど、で、実際投資したのが、20日の1時30分からの成績ではね、まず、デフェクトとか、ビクトリーとか、いうのは勝ち負けですね。勝ち負けですね、こちらね。ね。それで、これがトータルの1行目はね、トータルの成績なんですよ、ずーっとね。で、次から、USDJPI での成績ですね。と、全部、17通貨ペア、あるわけですね。で、USDJPI のペアは、この場合はシグナルが1回も出てません。それで、通貨ペアでこのインジケーターでどれが一番、ね、通貨国で合ってるかということが出る。例えば、ユーロ JPY ですね。これは0からマイナスになってですね。で、最後。ね。爆発して、6600円も負けてですね。それで次、ユーロ USD はどうかというと、ユーロ JPY ですね。ユーロ JPY どうかというと、ちょっと負けたと思ったけど、これもマイナスですね。これもマイナスばっかしたね。ということですね。勝ってるやつは、ここら辺だね。これ勝ってんだね。一番勝ってんのを見てみましょう。3400円か。通貨ペアで一番勝ってんの。これマイナスね。これ勝ってるけど、1400、これ2000円だね。これが多いか。ユーロ JPI、ユーロ AUD がいいみたいですね。で、これ変化見てみると、上がったり下がったりしてんだね。0からね、これ、ずっと上がったり下がったり。マックスで2400円ぐらいまで上がって、それからまた落ち込んで、0ぐらいまで落ち込んで、また上がってるという繰り返しですね。だから3000円ぐらい上がったり下がったりして続行してるってことですね。このユーロ AUD をね。で、次、これが勝ってるの。他に次、これが勝ってるのかな。2000円。だから、これが今度、USDCAD が勝ってるね。これマイナス、ダメだ。マイナスだ。他勝ってるのは、これか。これだな。USDCHF4000 勝ってるね。これ見ると、
これはコンスタント言ってんのかな。ね。これずーっと言って、ユーロ CHF は、だけ上がって、それから、ずーっと通して、これは全面的にプラスになってんですね。このままずーっとプラスになるだけだったら、2400円が上がったね。3200円まで上がってんだ。これはプラスだね。プラスで4000までいってね。じゃあ、こういうふうにね。で、これ、見てるんだけど、こういうふうに正確に見てるんですね。で、総合的な、これ全部投資した時の利益っていうのマックスと、マックスとミニってちゃんと出てるんですよ。計算してるのね。マックスとミニね。で、今の最後までの利益、勝率は 53.9% ですよということでね。通貨国によっては違うけど、全体を見るとね。だから、これでいい通貨ペアだけ投資すればいいわけですよね。ね。で、このサイクルっていうのはいろいろあってね。これは 18,200円。負けてるわけですよね。総合的にはね。だけど、これで一番利益ある通貨ペアっていうのを全部、ね。別のですね、今度。ここ見るわけですね。で、一番勝ってそうなのは、ここら辺4000でしょ。これはマイナスだね。どうだろう。うん、これだね。じゃあ、これは5000、6000まで行って、また戻ってきてるのかな。うん、なるほどね。AUD JPI ですね。ここからゼロなんだけど、全部プラスになって、ここで4000円ぐらいの、4800円ってピーク来たんだね。あ、まだ5200円ってあるわ、ピーク。あ、6000ある。そっから、6000から落っこってきたわけだ、また。この上がり下がりがあるんだよね。ということですね。で、これが総合の利益。で、一番少ない、マックス、これ計算されてないね。あ、マックスがない、ゼロないんだね。ミニが 22,800円ってあるんだ、総合的にね。だそういうふうにね。で、こっちは、こっち37勝37敗ですね。このインジケーターではどうかということですね。まあ、非常にいいね。どれでいくかだね。これ下見ると、どれが稼げて、これがマイナスか、このプラスは。プラスになってるのはこれ。あ、3000これってね。一番プラス出てるのはこれだね。だこれで見てったらいいのかな。あ、こんな風にね。え、4つあるんで、インジケーターがね。この利益は勝率に26勝38敗。30敗。だから、このね、上がり下がりを見て、通貨ペアを見て、いい時期に投資すればいいわけですね。上がったり下がって、これどこが一番儲かってる？ここはプラスになってんね。どれが一番多いんだ。だけどピークわかんないからね。これ落ちたり下がったりしてるんで、これ見ると800円ぐらいしかないのか、1400円ぐ
これマイナスだな。あ、これマイナスだな。見るとこれだね。これが一番利益あんね。はい、ちょっと来た。